つぶってる。やば、ちょっとホタテのてててホタテのてててこっちの方が面白そうだな。はい、皆さんどうも、はい、こんにちは、でございます。まあ時間的にはこんばんはなんですけど、こんばんはでございます。はい、本日はですね、スシローさんに来ております。イエーイ。この間覚えてる、六甲山のアスレチックでさ、晩ご飯の金額分頑張ったの。あの日の当日は疲れちゃってできなかったじゃん、はい、まあ、なんでちょっとここでそれをやっていきたいと思います。いいじゃない。え、食おうぜ。ちょっと待って、あれ何円だったっけ。一人発表しますね。はい、はい、まーちゃんが 16.5 ポイント取りまして、はい、そうですね、かける2倍、あ、そっか、3300円。えまー、あ、ちゃんは3300円食べれます。どんだけ食っても。おーちゃんは 15.5 ポイントゲットで3100円。お、はい、これもね倍になりました。おーちゃんもめっちゃ食う、はい、でピロピ、ピロピは18ポイントで、これも2倍になって3600円。すごいね、みんな3000円オーバーだね。もうめっちゃお腹いっぱい食べれるんじゃない。余る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 。パパ、はい、パパは6ポイントゲットで600円です。あれ、音2倍ないんだっけ。音はだって一番最後の2倍になるアトラクションに参加してないんですよ。俺参加したいけど参加できないよ。いや、まあ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 、まあ、そうそうだって、うん、低な数値で6皿、うん、そうですね。じゃあ質ね、量じゃない、質ですよ。一皿で終わる可能性ないの。大丈夫大丈夫、頑張りましょう。頑張るようないでしょ。じゃあ美味しく食べましょう。今気づいたけど、あれ一番安いお皿で120円だもん。あ、ほんとだ。6皿ってことは6皿無理っすね。6皿無理っすね、確定ですね。いや、俺黒い皿に挑戦する。260円。頼むよ。いいよ。ほとんど4タップぐらいで終わる人だって。600円しかない。天然ならでも、これは鉄の粉末。ちょっと待って。あと残り、240円。240円さ。一番最初に食べて、あとずっと見てるのかな。いや、まあそれしかないでしょ。600円ですってこと。え、これでいくらなの、わかんない。これは360円でしょ、はい、120円。おーおー、ぴったりじゃん。じゃあ、おーおー、終了。なんか一皿ずつ考えて食べるとかじゃないんだよ、ね、考える余裕がある。いや、考える余裕があるんですか。なんか動画の流れ的に一品ずつ頼んでさ、うん、で食べて、うわ次どうしようかなみたいなさ、ゆっくり味わって的な ね、もう全部終わったわ今日の動画。まあ、あとは俺らがどれだけおとんの前で美味しそうに食えるかっていう。なるほどね、なるほどね。まあ、じゃないだろうな。マグロだって。マグロ頼んだ。どれどれ。生エビをいただきます。うん、これ注文し？もちろんもちろんいいよ。注文します。とりあえず2皿。とりあえず2皿。どうぞ。おちゃん。私ね。どうしましょう。おちゃんラーメン見てんだけど。じゃあ、これ。まずラーメン頼みましたね。あー、煮干し香る大阪だしラーメン。はい、あ、ここ来た。お、来ました。まちゃおちゃんは、でもジュース頼むかもね。120円。あ、そうだ、確かに。おー、美味しそう。でもパパやっぱりちょっとダイエットした方がいいから3皿ぐらいでとどめるのがいいかもね。あ、確かに。これ一口50回噛まなきゃいけないんですよ。噛みましょう、ゆっくり噛みましょう。生や、これまだ注文してないんだ。美味しそう、美味しそう。まーちゃんもね、今年はだいぶ生ものたくさん食べれるようになったからね。そう、うん、だから本当にお寿司最高の楽しみになります。うん、そう、すっげー。あれ一貫のみやん、一貫のやつじゃん。一貫やん、すごい皿なんだよ。おお、あ、美味しそう。そう、わー、美味しそうじゃん。トゥ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 、ラーメン、美味しそう。やば、めっちゃ美味しそうですね。そう、すごいな、いいな。私何食べよう。あった、特大ジャンボホタテ貝柱。何ないな、まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中。探し
注文したもの来ましたね。はい、一つさっきね、気がついてたのがあったけど、はい、どうしたの。なんかちょっとちっちゃい寿司だなと思ったけど、ミニシャリ、そう、俺らね、ミニシャリっていう寿司があって、で、知らなくてさ、値段で注文したからこんなに来たの。でも私は今糖質制限ダイエットしてるから、こういうのありがたい、めっちゃありがたい。 あとあれだよね、ネタいっぱい食べたい人、あ、そう、確かにね、シャリでお腹いっぱいになっちゃう。見てよね、そこの大人って大人じゃないよ、それ私の、それ私の、それ私のよ、自分のみたいな、そうならないからね、別に。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。絶対美味しい。いや、美味しそう。いいね。そしてエビからいっちゃうかな、これ、ね、こういうのはね。お、まーちゃん、つぶってんの、美味しい、つぶってん、美味しい、うまっ、よし。いや、生エビ、うまっ。ちょっとあの、みんなパパのこと監視してかないと、ミニシャリ、あの、いつの間にか誰かの取るかもしれないから気をつけて。やる可能性あるね。あ、それ美味しそう。それ美味しそうだな。ミニシャリの方いいかもしれない。それはわかる。なんかネタがね、やっぱ大きく感じるし。いただきます。大きな口開けて。うまそう。ネタは、え、ガリが無料ですよね。ガリは無料だと思います。ガリ食べ尽くしちゃったら、そんなことさすがにそんなことはしないって。そんなの食べるか、うん、イクラとホタテ本当に美味しい。あ、本当めっちゃ合う。やったじゃん、食べられるもの増えたじゃん。よし、じゃあ次は大トロいきましょう。はい、脂身の多いネタにはわさびたくさん乗せても辛く感じない。確かに確かに、テレビで言ってた。おお、めっちゃ乗せた。いただきます。すごくない、それ。なんか乗せすぎじゃない、さすがに。さすがにツンと、あ、ほら、来てる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 。ごまかしごまかし、ちょっと顔で。あ、全然辛くない。よっしゃー。お、まーちゃん次行きますね。パンも食べます。あ、いいじゃん。いや、マジでパンも最高。うん、あの、最初にサーモンを養殖しようと思った人にマジで、なんだろう、ノーベル賞あげたい。何の権利があって。いただきます。え、めっちゃ美味しそう。わかる。チキン。お茶がめっちゃ美味しいってことなので、いただきます。汚い。美味しい。こちら側のどちらか、どちらからも開けられます。なんかね、ほら、一回失敗すると無理よね。何をいただこうとしてるか。あとこれから来るのは多分全部俺。あの、パパがさ、あの、わさびね、ヒロピ、ヒロピ大丈夫？これも俺。え、ちょっとさすがに大丈夫？え、大丈夫ですか？何皿頼んだんこれ、マジ。これも俺だ。え、もう、何皿頼んだん。ちょっと待って、ちょっと待って。これは私だよね。うん、うん、うん。なんかわかんなくなってきた。もう、落ちないからこっちの方に。ちょっと怪しい、怪しい。私、最後の一皿のエビをそろそろいただきたいと思います。よく噛んで食べた。確かに噛んでない。飲んでるよ、寿司。寿司飲む。そんな告白いらないんだよ。寿司飲んでるとか。大食いか、寿司飲む。ジャイアント飲んじゃったわ。ジャイアント白だ。ちゃんと、何やってんの。こわっ、やばっ。ちょっと、音量悪いからやめよう、そういうの。恥ずかしくない。息子に叱られて。ダディノノラストエビです。私さ、うん、いいやん、パパに譲るわ。せっかく最後の一皿食べてるから。うん、うん、どうぞコメント。そのキラーパー50回噛まないとね、先に言う。ああ、うん、じゃあ私今までね、トロタクは食べたことあるんだけど、サーモンタク初めて食べたんだけど、これ激うま。もっと噛みな。これ、うん、激うま。激うま。激うま。これおすすめしたい。めっちゃ美味しい。あの、長年
トロタクを愛してきた私がもうトロタクに戻れない美味しさ。あ、感想どうぞ。50回噛んだ？噛んだ。めちゃめちゃ噛めば噛むほどエビの旨味、甘いの出てくるんだけど、たくさん噛んだ方がいい。3600円。まだまだあるやん。今2620円。2620円。おー、でプラス、はい、チャームシーいくら？チャームシー。あれ、おーちゃんラーメンもう食べないの？800円ぐらい食べる。うん、おーちゃんはもうこのラーメンをもう食べないんだしいんですが。あ、俺食べたいわ。残ってる。なんでお前残るのはちょっとね、持てないから。パパ食べていい？じゃあピロピンでいいありがとう。一回ちょっとラーメン食べてみたかったんだけど。おおおうますぎ。あのピルピンにあげるの、あいつこんなに食ってんのよ。なるほど。の煮干しの出汁がね、これ濃厚な魚介系のこの醤油ベースのスープと絡んでこう。過酷な企画だわ。おーちゃん、そろそろお腹いっぱい？なんでそんな狙ってんの？君たちまだ残高あるから。残高ここもう娘に狙うしかない。もう全然ほら、まーちゃんなんだよ。120円、120円、120円。お皿で600円だよ。あと2000円いくらか超えるよ。あと2000円。そう、すごいね。おもちゃも2000円くらい残ってるよ。これあと760円くらいかな。この人全然計算したもいい顔してる。確かに。もう私全然計算したっていいわ。まーちゃん、あれだってそんな食べれないよね。まだ食べるけど。いや、じゃあちょっとパパにあのホタテ詰めしてもらわないの、ホタテ。あ、じゃあ分かった。あの、私が今日会ったこと全部忘れられるぐらい笑える一発ギャグをできたら、ホタテを差し上げましょう。分かった、うん、全部忘れさせるよ。そう、ほい。ガム、ツタゲンのケンケンケンです。自分が笑っちゃってんじゃん。まずさ、うん、もう一回、もう一回、はい、もう一回チャンスあげんの。優しい。一発ギャグなのに優しいわ。ホタテ、ホタテ、ホタテキャンです。いや、ホタテなしで。これ逆に、逆に嫌な思い出増えたじゃん。ホタテのてててホタテのてててホタテホタテのてててホタテホタテのホタテでてホタテホタテのホタテでてホタテのホタテホタテのてホタテホタテのてててホタテのホタテホタテのホタテホタテのててて。どこが本当？ほとんどのせいでマーチむせちゃったじゃん。ちょっと今のめちゃ笑ってんじゃん。じゃあ最後にもう一回ホタテチャンスあげる。3回戦のじゃんけん、パパが勝ったらホタテを3回とも3回。最初はグー、じゃんけんポン。あいしょ。あともう一回ね。あともう2回。1回勝ってもいいよ。3回のうち2回勝ったら。2回勝ったらね。ああ、そういうこと。まだチャンスや。あ、見えよ。最初はグー、じゃんけんポン。おいい勝負。最初はグー、じゃんけんポン。ふぅー、さて、かたまど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 か。計算だけしといて、ホタテの味が。ホタテ、こんなに美味しい。ホタテめちゃめちゃ美味しい。でっかいやつ、ほんとマジで美味しいよ。特大ホタテ、めちゃくちゃ美味しいよ。わさび辛。わさびがめっちゃ。ねえ君たち、本当にあんまりパパに食べさせないと
痩せちゃうよ。いいじゃんね。ママ、ホタテどこ？あ、またね。でかいやつ。ホタテ？余ったら良くないよ、今全部食べましょう。父ちゃん、母ちゃんもガンガン頼んで、ね、自分の残高の部分全部頼んで。結果が取ってなくなってる。売り切れた？売り切れたかも。え、表示されないんだけど。終わったじゃあ、わかったよ。これ食べる？めっちゃ美味しい。人生もう食べれないの？もう食べれないよね。じゃあ食べてあげる。なんでそう言ってんの？食べてあげるっておかしい。食べてあげるおかしいな。私に食べさせてくださいな。ちょっと心地いい言葉も欲しいかな。私はそれを食べたいですそういうことじゃない。夫としてあのちょっと心地いい言葉くださいよ。夫と妻に、妻に、妻に。お前のことしか見てないからこれしか見てない。いや見てない。今これ見て見て見て。お前無意識に言ってる。見てない。無意識じゃない。大好き大好き。気が付いたことが言えない旦那。ダメだね、ダメだね。これが超おすすめのやつ。めちゃくちゃ美味しいからちょっと食べてみて。なんでしゃくれたの今。なんでしゃくれたの。なんか喋んないんだけど、ね、これ次気の利いた。じゃあ本当にお腹減ってんだよ。美味しいでしょ。うん、美味しいでしょ。うどう、どう、今まで食べたトロタク切ったらあとはもうより美味しいし。え、ジャンボホタテがなかったから。え、ちょっと待って、おばちゃん、やっとです。出番だ。うまっ。冷たいお茶作ろうか。好きなもの食って腹いっぱいだから今。ホタテ美味しいけど、俺は聞いてましたホタテ。せっかく食べてんのに食べようよ。煮干しもそれないの。自分自分もちゃんもちゃんで全然違うことやってるし。こっちの方が面白そうだな。パパ、あの、嬉しいお昼寝をします。もう、何ですか。私の旦那なら、注文してもいいかな。じゃあ今いくら？2360円。だから残り740円。パパが740円分注文していいよね、もっちゃん。あら、よかったね。というわけで今日はみんなでスシローでお腹いっぱい満足するまで食べました。お腹いっぱい満足するまで。若干人に満腹してない方います。でも最後におーちゃんからもらってたじゃん。まあいただいてありがとうございます。でも満足しなかったです。もっと食べたかった。リベンジしてきます。確かに。ちなみにみんなどのぐらい食べたか発表したいと思います。はい、まずまーちゃんが1450円。あんたいない。まあでもそんなもんでしょ。そうだよね、小6女児だったらこんなもんでしょう。で、おーちゃんがなんとなんとオーバーしております。3260円。パパがミスって頼み間違ってオーバーした。一皿多く頼んだ。はい、次ピロピが3060円。結構食べたね。結構食った。あ、まあ、パパが一応自分の分はまあ600円だけど、おーちゃんの分を使ってまあ800円ぐらい食べたと。一応ママも発表しとくわ。ママは2410円。ジャンボホタテを2つ食べました。私本当君たち食べ尽くしたからさ、何やってんの。ジャンボホタテがまだスシローで動画企画して撮りに行きましょう。あ、そうですね。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日は絶対に絶対に。
美味しいお寿司で寿司ローでお腹いっぱい食べれる。食べれる。見てね。また会いましょう。本当はじゃんけんこれ出したら。ああ、お寿司。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。